こんにちは、雄月庵恵穂です。今回この兵庫県いけばな店に出品します。でそれに向けて花店でお花が並ぶまでの過程をちょっとご説明したいと思います。まずなんですけど、今回のいけばな店サブテーマみたいなのが毎回あるんですけど、いけばなで癒しの時間を再びということで、まずどんな花を生けていくかっていうのを決めていくんですけど、パッと思い浮かぶこともあれば全然思い浮かばないこともあるんですが、今回は自分の中で赤と白がなんとなくひらめいたというか、マイブームだったので、赤と白を基調にお花を生けていこうかなと思っています。花店には花席というものがあって、そこに花台っていうちょっとお花を載せる箱みたいなのがあるんですけど、それが90センチ、横90センチの縦90センチで高さが45センチという箱になってます。で高さは表現できないんですけど、この枠を90センチと見立てて、この中に収まるように、あとちょっと余力が隣の席との幅があるので、少しはみ出てもいいかなぐらいのサイズ感で作っていきます。まずは下生けというものをするんですけど、上手な先生は現場で一発で生けられる方もいらっしゃるんですけど、私は作ってこんなのにしようかなっていうのを一度家元に見ていただいてます。で OK がもらったらそれで生けていくっていうことなんで、昨日行ってきました。一応 OK がもらえたのでその工程を見せていこうと思います。今回使う器、白い器2つですね。でこれが真ん中に来るぐらいに置いて、少し前ちょっとずらして置いていきます。1個だとどうしても奥行きだったりこの化石に対して小さくなってしまうので、2つ使って大きさを出していこうと思ってます。1個はそのまんま壺、何もないまま、1個は一文字、縦一文字しています。枝を配って向けないようにしてあります。でお水を入れていきます。はい、ではお水を入れました。水この辺まで入ってます。まずはさらしのしだれぐわというものを使っていきます。これと白と赤のコントラストを作りたいので、まずはメインとなる枝を止めていきます。でこの時に、置くだけだと少し不安定なんで、こんな感じでカバンが当たったり子供が触ったりして倒れたりしたらダメなので、ここをワイヤーで止めていきます。なのでこの一文字はしっかり落ちないようにしています。でワイヤーを使ってしっかり固定していきます。よいしょ。よいしょ。ワイヤーは2つ持ってぐるぐるっとすると結構止まります。でこれで多少当たっても壊れないぐらいにしておきます。で化石出てないかな、ちょっと後ろかな、化石の前からはみ出てしまうとちょっと人通りがあるので前にははみ出さないように気をつけてます。こんな感じで止めていきます。次にこの白いクワに赤の梅もどきという枝を入れていきます。赤と白のコントラストを作るように入れていきます。なるべくこの枝に交差していくように足がねキュッとすぼまるように入れています。で一本の枝に見えるように、どうだかな、まずは枝を入れていきます。そう、実際に下生けでうまくいったからといってそのまんまできるわけではないので、結構何回か入れ替えてやったりしてますね。であとはこの口が結構大きいので木いちごで埋めていくんですが、今回木いちごがすごく難解で、このちょっと緑っぽい方が可愛いんですよね。で初めに入ってきたのがすごく濃い色だったので、ちょっと今からお見せしますね。初めに市場にお願いして紅葉
きいちごを取ってもらったやつはこの上の黒い方ですね、この2つ、これで30本あるんですけど、もう枝ぶりは申し分ないぐらい綺麗で、長さもあって1本に2、3本枝がついてて、あの葉っぱの大きさもちっちゃいのから大きいのまであって、めちゃくちゃ良かったんですけど、ただちょっと黒かったんですよね。で、今回実際に問屋さんに見に行って買ったものがこっちの紅葉キイチゴです。実はこれ10本なんですけど、この束とこの2つの束、値段がほぼ一緒です。なのでやっぱり発色がいいものだったりするとすごく高くなりますね。写真で撮った時、この画像でも分かるとお分かりだと思うんですけど、だいぶ明るさが違うので、写真映えとかにもつながってくるので、今回はこの明るい方を使います。この紅葉のキイチゴを入れていきます。で、私が心がけているのは、素人の目から見ても綺麗だなって思ってもらえるもの、いけばなってちょっとよく分かんないなっていうのが最初あると思うんですけど、分からない人にもなんとなく綺麗だなって感じてもらえるようなものを意識しています。私が技術面がまだまだっていうところもあるし、偉い先生方たくさんいらっしゃるので、技術面はその先生方にお任せして、私はなるべく入りやすい生け花を心がけています。で、実際に去年とかも私の作品を見て、生け花ちょっとやってみたくなったって名前で検索して探してきてくれた生徒さんとかもいらっしゃるんで、生け花を始めるきっかけになればいいなと思ってやってます。この感じが思いつくまでっていうのは、実際に使いたい花が見つかるのを待つか、季節物を生けていくので、今の季節綺麗になるのはどの枝かなとかっていうのを市場で見ながらだったり、私は実のものが好きなので毎回実のものを生けてるんですけど、今年は梅もどきをベースにしようと思った時に、白と赤すごい雅な感じがするし、なんとなくコロナでうつうつなってたと思うんですけど、パッと華やかな感じで優しい感じにしたかったので、この中間色紅葉のキイチゴと合わせました。私が初めに家元に店に行った時なんですけど、私なんせ同系色合わせの花が好きなんで、こういうピンクのランを合わせて持って行ったんですね。ちょっとダメって言われるやろうなっていうのは覚悟しながら持って行ったんですけど、やっぱりダメで、なぜかというと、こういう同系色の配色っていうのは生で見る分には全然 OK、ちょっとぼやっとはしますけど OK なんですけど、写真で撮った時にちょっとズンと暗くなってしまうんですね。ランだったら白いコチョウランにするか白いアジサイにしようかなと思ったんですけど、今朝市場に行ったらちょっとあんまり元気がなくて、急遽トルコキキョウにしました。このトルコキキョウですね、ちょっとフリルのたくさんついているものです。これを生けていきましょう。確かにパッと映えますよね。器とクワと の色ともリンクしますし、やっぱり白がいいなと思いました。固めてマスを作っていきます。マスっていうのは塊のことです。作品を作るのに参考にしているものとかは、今はねインスタとかピンタレストとかいっぱい写真が出てくるのがあるので、検索したりしてそのアイディア使おうとかあるんですけど、その他にも生け花だけじゃなくて、なんかアートだったりとか
まあ、絵画だったり実物のなんかオブジェみたいなものだったり、なんか日頃からあのいろいろ見るようにして、これ花でも表現できそうやなとか、こんな雰囲気いいなとか、こんな色合わせいいなとか、なんかいろいろストックをしておく感じですね。まあ、皆さんどうやってされてるかはちょっと分かんないですけど、なんか器から決まる場合もあるし、まあ、お花から決まる場合もあるし、ふとあこれにしようっていう時が出てきます。まあ、でも日頃からお花を知ってないとダメですよね。この季節にはこういうお花があるよっていうのをあの知っておくといいと思います。なので日々のお稽古はとっても大事だと思います。この辺にどれ取ろうかな。まあ、だいたいこんな感じにしようかなと思ってます。会場で見るともっと化石が低いので少しあの見下ろすようなお花になるんで、ちょっと今ね器がすごいバーンって感じですけども、もうちょっと上からなんでお花がいっぱいかぶってるかなっていう感じにいけていこうと思っています。から私一番端っこの席なんで、こっちから見るとこんな感じなんで、あのこっち側から見た時になるべく口がしっかり埋まってるようにいけてます。まあ、口元とか足元とかはあんまり見えないように気をつけてますが、ちょっとまだ雑なんで、あの会場ではもっとしっかりいけていこうと思ってます。ちょっと前後にねぐーっとつないでいくようにいけています。こんな感じでやってます。ではちょっと頑張って実際にいけ込みに行ってまいります。また会場での様子を後でアップしますね。おやつに地元伊豆市の銘菓古月堂のごんべい餅をいただきます。ぼけてますが小さな大福です。お茶もいいですがブラックコーヒーもおすすめです。皮がとっても柔らかいのでちょっとずつ皮を残すように食べてます。おいしい。うまい。兵庫県の伊豆市に行った時はぜひ行ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。